占いの館へようこそ。ここでは凄腕占い師の先生にいろいろと占ってもらえちゃいます。2名様までお入りになれますが、どうされますか？誰を誘おうかな。よし、イリアさんを誘ってみよう。チケットをお預かりしますね。それではお入りくださいませ。いらっしゃい。さあ、こちらの椅子にお座りなさい。は、はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だな。ええ、それに顔は隠れてるけど、なかなかの美人みたいね。どうしたのかしら。人の顔をジロジロと見て、順番待ちの人もいるから、すぐに取り掛かりたいのだけど。あ、すみません。よろしくお願いします。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。血液型？何かに必要なのかしら。ええ、正確に占うために必要になるものなの。もちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。私は B 型よ。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあ、俺たちの相性を占ってもらえますか。え、お安いご用よ。って勝手に決めちゃいましたけど、大丈夫でしたかね。面白そうじゃない。やってもらいましょう。セシルには悪いけど、いい結果が出たら弟くんは私がもらっちゃおうかな。まあとりあえず試しってことで。それじゃあお願いします。え、わかったわ。まっすぐな目をした青年と、舞台に情熱を燃やす舞姫、彼女の目指す者への一途な思いは他者を引きつけ魅了する。支える者に徹するならば、より深い関係になれる可能性は十分にあるでしょう。だけど彼女の大事なものはあくまで舞台。それ以上になることは難しいはずよ。私に見えたのはこんなところかしら。結局イリアさんはステージが一番ってことですね。そういうことみたい。それにしても占い師さん、正直ここまでの占いを見せてくれるとは思わなかったわ。一朝一夕で身につく技術じゃないと思うんだけど、どこで練習してきたわけ？昔ある旅の一座に入って、いろいろな芸を披露していてね、その応用でできるようになったとだけ言っておこうかしら。一座、いわゆるサーカスってやつね。あなたが活躍してるところを一度見てみたかったわね。本当ですね。どういたしまして。イリアさん、何か占いたいことはありますか？あら、私が決めていいわけ？そうね。じゃあリーシャとシュリが将来私を追い抜けるかどうかってのはどうかしら。あの二人が？まあ正直こんなこと占うようなことじゃないかもしれないけど、私の目が間違ってないって改めて確認する意味でもね。あなたのお弟子さんの将来、それを占えばいいのね。ええ、そんなところかしら。占ってもらえる？お安いご用よ。へえ、本格的じゃない。舞台に情熱を燃やす舞姫が見出した二人の若き踊り手、底知れぬ才を秘めているけど、彼女たちは
それぞれに悩みを抱えているようね。それをどう乗り越えるか、未来への鍵はそこにある。私に見えたのはこんなところかしら。リーシャとシュリの悩みか。イリエさん、心当たりが。あの子たちがそれぞれ何かの悩みを抱えているのは気づいてたけど、正直内容までは詳しく聞いたことはないわね。でも、まあ誰しも悩みくらい多かれ少なかれ持ってるものでしょ。乗り越えられるかの人それぞれ。私の口出すことじゃないわ。手厳しいというか、ある意味イリアさんらしいですね。まあ私はあの子たちが乗り越えられるって信じているけどね。きっとそれを乗り越えた時が私の最高のライバルが生まれる瞬間なんだわ。なんだかドキドキしてきたわね。あなたのその前向きさ、一種の才といったものでしょうね。少し羨ましく感じるわ。どういたしまして。それにしても占い師さん、正直ここまでの占いを見せてくれるとは思わなかったわ。一朝一夕で身につく技術じゃないと思うんだけど、どこで練習してきたわけ。昔ある旅の一座に入っていろいろな芸を披露していてね、その応用でできるようになったとだけ言っておこうかしら。一座、いわゆるサーカスってやつね。あなたが活躍してるところを一度見てみたかったわね。本当ですね。どういたしまして。いやー、世の中にはいろいろとすごい人がいるもんね。初めて会うのに何から何まで見透かされてそうな感じだったわ。ええ、確かにただものじゃなさそうでしたね。さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。うん、また後でね。